さてと。この忍界で果たして誰が最強なのか、忍びなのか侍なのか、時の流れを超えて強者たちが続々と参加しています。かつて忍界を騒がせたあの忍びがいます。最近噂のあの忍びももちろん参加しています。この中の一体誰が最強なのでしょう。今忍界全土がこの武闘祭に注目しています。これより忍界武闘祭を始める。この大会は最強を決める唯一無二の大会だ。最強となった者は比類なき栄誉を手にすることになる。だが栄誉を手にするには試練を越えなければならない。武闘祭はいくつかの段階に分かれています。まず挑戦していただくのは予選。予選は複数のブロックに分かれて行われ、そこである程度の人数に絞られます。予選といえど、これは最強を決する大会だ。力なき者はすぐに敗北することになるだろう。わしら五影以外にも多くの強者が参加している。生半可な覚悟では勝ち上がれんぞ。そういうことじゃぜ。重ねて言うが、この大会は最強を決める大会。最強を名乗るなら相応の覚悟と力を見せろ。いいな。よし、それでは忍界武闘祭開始だ。遥か頂を目指して忍界武闘祭、ここに開幕。さあ始まりました、忍界武闘祭。最強の称号を手にするためにはまずは予選を勝ち抜かなければなりません。どんな戦いが行われるか全く目が離せませんね。あ、申し遅れました。私は実況を担当します、この葉隠れ。同じく雲隠れのマブイです。解説にはこの葉隠れの奈良四角さんをお迎えしています。よろしくお願いします。いよいよですね。もう待ったはできません。あとはここで戦うだけです。戦闘開始。
それは大変興味深い戦闘が始まりました。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。戦闘開始、バトル突入。さあ注目しましょう。おお、これは効いてますよ。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。ここで一気に決めてしまおうという魂胆のようです。戦闘開始、バトル突入。さあ注目しましょう。やりますね。これほどのやり手だったとは驚きです。これはオロチマル様の力だ。これは気持ちいいほどの構成ですね。なるほど、ここで一気に決めてしまおうという魂胆のようです。先方、やれ先方、爆裂の術。先鋒
無期転生。行き過ぎてるだろこの力。まさかの一撃が炸裂。素晴らしい攻撃です。緊迫の攻防が続いてますね。面白い一戦です。さあ行こうか。さあ行こうか。お疲れ様でした。見ていて気持ちの良い戦いでした。長らく本当に長らくかかった。ようやく全ブロックの本戦出場者が多くの者たちが挑んだ忍界。しかし本戦に進んだのはほんの一握りのもの。本当におめでとうございます。本戦開始までは今しばらくの余裕があります。皆さん実況はひとまずここでお別れです。次は本戦で会いましょう。それでは皆さんさようなら。